滑ってただけなんだよ。何も見えないわけじゃない。世界中が境界線捨ててしまっただけだよ。ほら今マブルに溶けた空さえ回り出す。何の予感も信じない。君と僕とそして夜の境目さえ消えた時に船を漕ぎ出そう。二人だけの船。花と星、星と君が一つになったみたいだね。闇の中踊るような声が聞こえてきたんだ。もう今愛してた記憶それだけ抱きしめて忘れないでいつまでも君の中に流れてる。たくさんの声があること、その歌で漕ぐよ。二人だけの船。今海を駆ける白いまぶたを見つけたとき口づけ吐息をただ確かめる。君の命を手に愛された記憶それだけ乗せてゆこう。忘れないでいつまでも君の中に流れてる。たくさんの声があること、その歌で漕ぐよ。二人だけの船。失われた海へ。皆さんにもギャラを支払わないといけませんね。5円ぐらいでね。そのうちおごらせてくれ。高いとこからやってんのが不自然に思えてきますね。偉そうにね。
すべてすぐに信じるか。この世界に起こることの不思議な約束、僕はここにいる。君に会うため何百年の時をかけ生まれてきたよ。空より月よりもっと多い星の約束。
問はそれだけか。リンスモークね、あの緑しじみ、蝶の蚊の中のゼフィルスという24種類日本には住んでいる緑しじみ族の仲間が好きです。音楽の話ではないのか。ラリビーです。あのカナダのメーカーの。ココさんのどこが好きかというのはね、もう去年20周年を迎えましたんでね、よく覚えていないんですけど、最初に会った時に青の長い T シャツ、長袖の T シャツ着てて、それがかっこよかったなっていうのがありましたね。結構あの何人もの男と戦いましたよ。おお。その結果がこれです。音楽の話じゃないのか。ちょっと手を休めるね。何ですか？今までギターって何本くらい買ったことがあるんですか？どうだろう、20本はこう30までいかないと思うんですけど、でも半分以上は売っちゃってるんで、今手元には15、6本ですかね。はい。一個一個全部音違うんで、あのレコーディングとかでは弾き分けてますね。なかなか高いものなんで、衝動買いをしてしまうんですね。このライブ行く前に楽器屋さんの前通ったりするとちょっと寄ってしまって、これ今日のライブで弾いたらいいんじゃないかなとか思って買ってしまうことがまあまあありまして、よく怒られてます。はい、その日限りってのもありましたけど。大変ですね。次行くか。なんかリクエストとかあったら、この中に入ってるやつならできるんだよ。これいっぱい入ってんで。白い紙と鉛筆があるよ。いい？行く？白い紙と鉛筆、それさえあればどこへでも行けたよ。海の底、飛行機飛ぶ空、戦争の真ん中、お城の捨てた
何か違うといつも思っている。どこへでも行けるのに。食べたくはところを書いてみるよ。鉛筆であの頃の絵のように、あの頃の絵のように、あの頃の絵のように、あの頃の絵のように。紙と鉛筆それさえあればどこへでも行けたよ。ありがとう。気持ちいいね。ティアーズあるよ。駆け抜ける入ってなかった。柏林。じゃあその入ってなかった。ちょっと待て。あ、じゃあその3曲行こうね。なんだっけまず。あれ最初にティアーズね。ティアーズね。これは何のことはない、歌詞が書いてあるだけ。コードは覚えられるんだけど言葉が覚えられなくて、特に30過ぎてからの曲はとんと頭に入りませんね。みんなも やればよくわかると思うけど、30過ぎで作った曲は覚えられませんよ。本当ですよ。40過ぎたらもっと覚えられませんからね。覚悟しておいてください。50過ぎたらどうなるんだろうな。低く飛ぶ飛行機の黒い影に逃げながら、一人で迷い込んだ小さな靴の音はまだ帰らない。誰かの背中を呼ぶことも知らないで、空を見上げた瞳からこぼれる君の名前を知りたい。声にならずに消えてゆく言葉が帰りの道を遠くする。流れる星を呼び止めて僕らは歌を歌えるから、明日旅する夜明けの天使。
しに君の名前きっと伝えるよ。森を焼くオレンジの熱い雨に濡れながら一度だけ空高く昇った鳥の群れはもう帰らない。両方の手を離して遠く別れてゆくよ。風にちぎれた翼からこぼれる夢の行方を知りたい。頬をたどった温かな涙の一つ一つに生まれる輝く時を呼び止めて僕ら明日旅する夜明けの天使が君のことをきっと見つけるよ。感謝します。これでギャラは10円になりましたね。いつかおごらせてください。え、アルバム代で10円引きってこと？柏林という声が聞こえたよね。それとあとなんだっけ。ああ、はいはい、は時色の昔の着物つけなさる。柏林のこの宵は夏の終わりの第三夜。一等賞は白金メタル、二等賞は金色メタル、三等賞は水銀メタル。
やがてあなたは水色の今日の着物をつけなさる。橋は林の喜びはあなたの空にかかるまま。四等賞はニッケルメタル、五等賞はトタンのメタル、六等賞はニセガネメタル。鉛のメタル、八等賞はブリキのメタル、九等賞はマッチのメタル、十等賞から百等賞まで、あるやらないやらわからぬメタル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 。ちょっと怪しかったね。ドリームドリーム。来ないんで、仕事か雑談とかしててくださいね。友達に電話したりしてくださいね。あれ確かあったんだよ。ちょっと本気で探すから。後ろに行ってることがあるの、うん、あった。あ、違う、ごめん、違う。英語で判断しちゃった。あ、時間がもったいない。ない。これじゃないか。ヒースの丘の裏にあった。違う。英語で判断しちゃった。これいつかやろうと思っていたニルバーナの曲だ。ついにやる機会のないままツアーも終わってしまった。オーダーリンだ。違う。いろいろ用意してんだよね。40ぐらいかな。あれあったはずなのに、ごめん。ごめん。その代わりにと言ってはなんですが、ダメだよね。ダメだよね。しょぼりん。あの思い出が嫌で今回入ってない。ごめんね、あったはずなんだけどない。
人の曲なんて聴きたくない？例えばサイモンとガファンクルなんてどう？すごく無理やりだよね。いいよね。じゃあこれリクエスト曲ってことだ。サイモンとガーファンクルの曲をやろうと思ってるんですけど、僕がギターを弾くきっかけになった人たちです。
ません。ものすごくごまかしました。本編に戻ります。ああこれでこうかな。そろそろ終盤です。でいい加減にしろって感じですよね。一人ツアーがこれで終わるんですけど、なんか飲みながらできるんで、楽しんで、事務所の人と相談して、来年もできたらいいなと思ってます。もちろんバンドでもね来れたらそれに越したことはないですけど、バンドもいいけど一人もねみたいな感じなんで、一人ザバダック、にぎやかザバダック、ともどもよろしくお願いします。どうも。僕の心はブルー、どんな色だろう。グリーン、あなたに会って、レッド、輝き出したよ。あなたがここに生まれて会えたことは、世界さえ変えた奇跡、僕にはそうさ。空も飛べない、もう知ってるから、でも君は風を切る翼、夢の外へ、夢の見えやしない、あなただけを見つめてるから、あなたの心触らせて、全て染まれ、声でも聞こえていたね。あの頃みたいな気持ち、空の香りの、どこまでも行ける
の悲しい言葉に二度と迷わないから、その指先で光止まらせ、初めての恋より美しい、覚えていよう今日の二人を、この日の光を、I will follow you. ライ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 ラ、ラライラライライラ、ライ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 ラ。もう一人の僕がいる、いつも I feel it、 闇の奥眠ってた、世界中のドアを叩いて聞かせよう、忘れてた炎煽るよ Blizzard Music、 あ、 自分の出会ったその時、その風が体を消しても、想いは燃える、きっと You wake up!痛いほど映す瞳、そして You find it! 知りたくない答えだけど、投げ出すばかりのゲームをやめたら、白く全て吹き飛ばす Blizzard Music、 あ、歩いた道さえ見えない、未来さえ過去もただ白く書き消されて、あ、このまま心を離して、この空に暮らせておくれよ、雪のようにI'm not afraid to die.
の風が体を消しても、ああこのまま心を離して、この空に降らせて今雪のように瞳で横たわる過去の時間にへばりつき、今日と昨日の狭間からささやきかけるだけ、ジュラガジャジャジャ着替える、シダの葉陰に見え隠れ、小さな生き物踏みつぶし、空を舞い降り海の底漂っていたこともある、眩しい光溢れてた、ありがとう、ライラ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 クロコダイル、ドリーマードリーマー、ライラ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 クロコダイル、ドリーマードリーマー、朝がやってきた、あれから過ぎしいく千年、温め続けた飛び色の卵の殻がひび割れて、不敵な姿よ蘇る、 wow, wow. ライラ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 クロコダイル、ドリーマードリーマー、ライラライラライルライルライルクロコダイル、ドリーマードリーマて、ジュラキの森を夢見てる、白亜の空を夢見てる、ライラ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 クロコダイル、ドリーマードリーマー、ライラ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 クロコダイル、ドリーマードリーマー、ライラ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 クロコダイル、ドリーマードリーマー、ライル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 クロコダイル、ドリーマードリーマー。
ここで終わるよね。なんかこれを最後にしようって今回決めてたんで、やります。すごいシンプルなメッセージだけど、こういうことじゃないかと思って歌います。心の中に青い空があるだろう。大切にしまってた懐かしい歌のように、争い苦しむ日々がその色を曇らせても、心の声を聞こう。澄んだ空見えてくる。憎しみから何明日をつないだだろう。叫ぶ声は枯れ果て、祈る手は震えても、心の声を聞こう。澄んだ空見えてくる。どうも今日は本当にありがとうございました。
すみません、ありがとうございます。あ、バナナの効力が切れてしまいました。本当に、小屋チンコってことで。ぜひ誰かやってきてください。女川市っていう名前自体がすごいんで。何はともれ、どうもありがとう。音の中、ただ一つ。
ありがとう。ありがとう。こんにちは、ザバダックのキラともひこです。今日は、モーメントさんに呼んでいただいて、近況、それから春のツアー、あとはニューアルバムの話などをしていこうと思っております。よろしく、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは、はい、今回のツアーについて、はい、ですね、昨年の10月か11月ぐらいだったと思うんですけど、三軒茶屋の小さなライブもできるお店で、ちょっとやってくれって言われて、で、メンバーの都合が割とつかずといいますか、一度やってみたかったんではありますけど、一人でやってみよう、今までも打ち込み使っての、一人ライブとか、あとイベントでちょっとだけ、5、6曲とかインストアイベントとかでは一人でやったことあったんですけど、全く一本のライブをギターだけで、ギターと鈴と僕の声だけで、やるというのは初めての試みだったんですけど、その形でやらせていただきまして、その感触が、実に良かったんですね。結構選曲も、そんな曲一人でやって大丈夫なのかっていうような、ものを無謀に、入れまして、プログレっぽい曲を、ギター一本と声でやってみたり、あとこれはちょっと厳しすぎたんですけど、水の踊りという9分もあるインストの曲をギター1本でやって、結構破綻したんですけど、それはそれで、こう挑戦しがいのあることだったんで、そういうことも楽しめた要因の一つですけど、水の踊りを次のツアーでやるかどうかは今ちょっと悩み中です。そんなことが、あって、まあ味を占めたというんでありましょうか。それでこう一つ、普段は行けないような、地方にも、まあ、身軽ですからね、ギター積んで車でビューッと行けば一人で何とでもなっちゃうんで、それで、今回は、ツアーという形で組んでみました。はい、全く一人ですね。場合によっては、その土地のお友達のミュージシャンに何か手伝ってもらうようなことあるかもしれませんが、まだ未定なんですけど、基本的には、全く一人です。はい、じゃあギター抱えて一人旅みたいな。そういうことですね。それで、フルのワンステージ多分2時間ぐらいになるとは思うんですけど、やってやろうじゃないかと意気込んでおるところです。タイトルが面白いんですけど、はい、ギターと鈴と面台と私まあなんかそういうような曲、タイトルの曲ありましたけど、まあそんな感じです。まあ、ギターと僕と、鈴っていうのが、まあ最近のライブ来ていただいてる方はよく見てると思うんですが、こういうものを、足にくくりつけまして、それでリズムを担当してもらってですね、それと譜面台って言っても音符が書いてあるわけじゃなくて、僕の場合は歌詞カードです。要は、新曲の歌詞が覚えられないと、古い曲であっても、思い出せないということがまあまあありまして、僕の場合もうここ10年ぐらいかな、お面台にこう歌詞カードというのがもう欠かせないものになってしまいました。これは、決して褒められることではないんですけど、まあ
しょうがないか、こんだけ続けていると、まあそういう衰えもしょうがないかということで、譜面台と鈴とギターと僕がセットになってこう一つという形でありますね。まあこうやって現地で歌を歌うザバダックとしての旅と、全くプライベートでこう遊びに行く旅とかあるんですけど、なんでしょうかね、例えて言うならば、年中こうメロディーみたいなものはこういつも頭の中でこう考えてるっていうか、こう何かを捕まえようと日々しているんですけど、それが日常と違う環境に行くとこうちょっと違うものがこう降ってきたりとか捕まえられたりとかできることがたまにあるんですね。狼と香辛料っていうアニメの、テーマソングを作ったんですけど、その依頼を受けたのが去年の夏なんですけど、その後東北と北海道のツアーがあって、本州から北海道に渡るのにフェリーに初めて乗ったんですね。でしばらく船室にいたんですけど、デッキに出てみたらば、夏なんですけど結構風がビュービュー吹きつけてきたりとか、波しぶきがダーンと時々こう体にかかったりとか、時折海猫が飛んできてミャーと言いながら去っていったりとか、実にこう雰囲気があって、もう気分は高倉健状態になります。そんなところにこう海見ながらこう佇んでいますと、どこからともなくこんな、なんちゅうようなメロディーがこう、頭の中をこう流れ始めましてですね、それをずっとこうよくそういうことあるんですけど、こう忘れちゃうんですね。忘れちゃいけないっつんで、もうずっとそれを歌いながらこう、函館まで到着して、で、それをこう携帯の中にこう保存しておいたんですけど、そんなこともあります。ごく稀になんですけれども、その日常とは違う風景の中に自分を置くことで、日頃到達できないようなものにこう出会えることがあるんで、旅の魅力の一つとしてはそういう音楽的なこう新発見とでも言いましょうか、そういうものを得る手がかりになって、これはいいなと思ってるものもありますけど、まあそれは旅の一つの側面で、あとはまあ重要なのは虫捕りですね。どこへ行くにも、こう持ち網と虫を入れるものは、忍ばせています。はい、今年もアルバムを作ろうと思ってまして、今こう日夜、曲作りに勤しんでいるわけなんですけど、一番新しい新曲をちょっとだけご披露しましょう。今日は収集者が行ってしまった時の出すものはいっぱいあったのに、収集者が行ってしまった時の辛い気持ちをこう表現してみました。アルバムには入りません。ここでしか聴けない曲です。いかがだったでしょうか。
そんなこんなもありますけど、今現在どうですかね、曲作りの段階としては半分ぐらいでしょうかね。なんとなくあのここにあるんですけど、このレスポールスペシャル、新しく手に入れたこの白いギターがあるんですけど、 これを使って作っているんですけど、エレキ主体のやたらロックな曲ばっかり今んとこできちゃってて、ちょっとザワダックらしくないっていうのも変なんだけど、ちょっとこうバリエーション的に、物足りないものが今の段階ではあるんで、ここから、変拍子もんとかアコースティックのなんか変な楽器使ったやつとか、考えていこうかなと思ってるんですけど、それでどうでしょうね、5月6月ぐらいまで、かけて曲を仕上げて、こっからが大変なんですけど、だいたい一つのアルバムを作るときに収録されるものの倍以上の曲はだいたい作るんで、30ぐらいは用意して、その中からこう優れたものをピックアップしていこうとは思っているんですけど、そろそろこう好き放題できなくなってきて、こうしんどくなってくる段階ですかね。で、それをまあ歌のあるものは、作詞家の人にドンと丸投げして、仕上がりを待つということをこれから始めていくわけですけど、それからどうでしょう、夏にレコーディング入れればいいなとは思っていて、川山陽なんですけど、秋ですかね、晩秋ですかね、その頃にリリースをして、冬にレコ発ライブなどをできればいいなと、目論んでおります。そうですね、先ほどちらっと紹介した、オオカミと香辛料のアニメのテーマソングなんですけど、清浦夏美ちゃんという17歳の高校生が歌ってるんですね。とても17歳とは思えないような、歌唱力と身長、僕より背高いんですよ、170センチあって、今もまだ伸び続けてるというような、すごい成長著しい、ボーカリスト兼その人は女優もやってらっしゃるようなんですけど、その方に歌っていただいて、旅の途中と、カップリングで約束の歌というのが入っているシングル CD が2月6日に発売になりました。そして初登場でなんとオリコン31ですよ、あのシングルで、僕が一番良かったのが、ずいぶん昔の桜というアルバムが初登場で38位になって、それが僕の後にも先にも、最高記録なんですけど、それをあっさり抜かれました、17歳の小娘にまあそれは、めでたいことなんで、応援したいし、何かお手伝いできることあれば、していきたいなと思っていますけど、清浦夏美ちゃんの、旅の途中、よろしくお願いします。それとですね、もうすぐ出来上がるとは思うんですけど、もう1年以上経ちました。去年のパリでのライブ、パリのプラネタリウムで行ったライブと、キオスクフロッタンっていうセーヌ川に浮かんでる船の上でやったライブの模様が、収録されたDVD が出来上がる予定なんですけど、何せ、仕事やってるのがフランス人なもんで、もうあの大体は見せてもらってるんですけど、その最終的に上がってくるのがいつになるのやら、読めません。春のツアーではぜひ物販として、積んでいきたい気持ちでいっぱいなんですけど、フランス人読めません、なので、気長に待っていてください。
とっても映像としては、見どころいっぱいの、作品に仕上がると思うし、演奏も、僕らあんまりこう海外でやる機会ないんで、緊張しまくりですが、その緊張が、いい方に出て、なんか日本でやるライブとはまた一味違ったこう演奏していると思うんで、その辺も含めてご期待いただきたいなと、もうしばらく長い目で待っていただけたらなと思っております。はい、もう一度改めまして、春のツアーですけど、ギターと鈴と譜面台と私というタイトル名を打ちまして、僕一人で、ツアー観光します。スケジュールは この辺になんか、詳しく載ってると思うんですけど、札幌、富良野、東京、名古屋、京都、仙台かな、6カ所、回らせていただきますので、その土地の方々ぜひ、見に来てください。一人だけど思いっきりロックなザバダックをお見せしたいと思っております。よろしくお願いします。